じゃあ最後にもう一度ユーシャインを歌って終わりたいと思います。ありがとうございました。きっとね、これを聞けなかった人もいると思うね。オリジナルソングでユーシャイン聴いてください。関西ストリート、ありがとうございました。ありがとうございます。